浅見光彦シリーズは内田康雄の推理小説を原作とした人気作品で、各テレビ局でドラマ化され、数多くの俳優がこの役を演じてきました。浅見光彦はフリーのルポライターとして活動し、取材先で様々な事件に遭遇しながら謎を解き明かしていきます。同じ役柄でも演じる人によって印象が変わりますが、どの俳優が人気を集めていたのでしょうか。今回は浅見光彦役を演じた俳優人気ランキングトップ10をご紹介します。あなたはどの浅見光彦がお気に入りですか？第10位、国広富幸さん。国広富幸さんは1982年に TBS にて放送されたドラマ後鳥羽伝説殺人事件で映像作品初の浅見光彦役を演じています。ルポライターとしての探求心と人間味あふれる優しさが表現され、視聴者に親しみやすい浅見光彦像を作り上げました。そんな国広さんは1953年4月生まれ、京都府出身。1977年に TBS ドラマ岸辺のアルバムでデビューし、同年度のゴールデンアロー賞放送新人賞を受賞。ドラマ赤い絆や噂の刑事トミーと松などで人気を博しました。その後も多くのドラマや映画に出演。1983年に女優の水沢亜紀さんと婚約しましたが破局。その後1988年に一般女性と結婚し、2人の娘に恵まれました。次女はモデルで女優の谷内梨沙さん。20代の頃から独学で絵画を始め、現在では全国各地で個展を開催するなど、俳優のほか画家としても活躍中です。第9位、篠田三郎さん。篠田三郎さんが演じた浅見光彦は1986年テレビ朝日にて放送された小樽殺人事件で、知性と優しさを兼ね備えた人物像を持ち、謎解きに対する真剣さと人間味が強調されました。そんな篠田さんは1948年12月生まれ、東京都出身。1966年に大映第18期ニューフェイスに合格し、映画ガンでデビュー。1973年にはウルトラマン太郎で主人公東光太郎役を演じ、一躍有名になりました。その後も天下堂々や家臣などのドラマで活躍し、幅広い支持を得ました。1975年には一般女性と結婚し、一男一女に恵まれました。現在も精力的に俳優として活躍中です。第8位、平岡祐太さん。平岡祐太さんが演じた浅見光彦は2017年から開始されたTBS の新浅見光彦シリーズに出演。平岡さんの持つ明るさや素直さ、立ち居振る舞いなどが浅見光彦像にぴったりと抜擢された理由をプロデューサーが語っていました。平岡さんのフレッシュな演技は新たな世代の視聴者を引きつけ、多くのファンを獲得しました。そんな平岡さんは1984年9月生まれ、広島県出身。2002年にジュノンスーパーボーイコンテストでグランプリを受賞し芸能界入り。翌年ドラマライオン先生で俳優デビュー。2005年には映画スイングガールズで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、その後もプロポーズ大作戦や龍馬伝などの話題作に出演。2022年に一般女性と結婚し、2024年には第一子が誕生しました。現在も俳優として活躍中です。第7位、早見もこみちさん。早見もこみちさんが演じた浅見光彦は2013年から2016年まで TBS 版の浅見光彦シリーズで3代目となり、4作品に出演しています。その高身長とスタイリッシュな外見は浅見光彦の新たな一面を視聴者に印象付けました。また早見さんの持つ親しみやすさが役柄に一層の魅力を加えています。そんな早見さんは1984年8月生まれ、
東京都出身。2002年にドラマ逮捕しちゃうぞで俳優デビューし、2005年のドラマ極戦でブレイク。その後も様々なドラマに出演し人気を博します。2006年には映画ラフで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。2011年より2019年までZIPの料理コーナーモコズキッチンを担当。2019年に女優の平山彩さんと結婚。現在も俳優として活躍する一方で YouTuber としても活動しています。第6位、辰巳琢郎さん。辰巳琢郎さんが演じた浅見光彦は1994年から2000年まで放送された TBS 版浅見光彦シリーズ13作品に出演。知的でありながら柔らかい雰囲気で、原作のイメージに忠実でありながらも独自の解釈が加わり、視聴者に深い印象を与えました。そんな辰巳さんは1958年8月生まれ、石川県出身。京都大学在学中に劇団外箱町を主催し、1977年に芸能界デビュー。1984年の NHK 朝ドラロマンスで全国的に知られるようになりました。代表作には浅見光彦シリーズやカーネーションなどに出演。またクイズ番組でも活躍し、芸能界のクイズ王として活躍。1985年に一般女性と結婚。長男は医師で、娘の辰巳まりえさんはソプラノ歌手として活躍しています。辰巳さんはワイン通で知られ、現在は日本ソムリエ協会の名誉ソムリエに任命され、俳優業とともに活躍中です。第5位、岩田貴則さん。岩田貴則さんが演じた浅見光彦は2022年内田康夫サスペンス浅見光彦軽井沢殺人事件でテレビ東京月曜プレミア8枠で放送。後鳥羽伝説殺人事件から続く同シリーズは40周年を迎え、岩田さんはテレビ東京ドラマ初主演で浅見を演じる9人目の俳優となる。そんな岩田貴則さんは1989年3月生まれ、愛知県出身。慶応義塾大学法学部を卒業後、2010年に3代目 JSOULBROTHERS from EXILE TRIBE のパフォーマーとして芸能界デビュー。2014年には EXILE に加入し、俳優としても活動を開始。代表作にはディアシスターや砂の塔、知りすぎた隣人などがあり、映画クローズエクスプロードで映画デビュー。またドラマ崖っぷちホテルやシャーロックでも主演を務めました。岩田貴則さんは独身であり、現在も俳優とダンサーの両方で幅広く活動中です。第4位、榎木孝明さん。榎木孝明さんが演じる浅見光彦は1991年公開の映画天川伝説殺人事件と、1995年から2002年までのフジテレビ版14作品に出演。原作者の内田さんからも最も浅見のイメージに近いと絶賛され、榎木さん自身も浅見役が自分のことを書いているのではないかと驚いたとか。そんな榎木さんは1956年1月生まれ、鹿児島県出身。武蔵野美術大学在学中に劇団四季に入団し、1981年に舞台オンディーヌで初主演。1984年には NHK 朝ドラロマンスでテレビデビュー。代表作には浅見光彦シリーズや太平記、相棒シリーズなどがあり、映画天川伝説殺人事件でも知られています。また水彩画家としても活躍し、個展を開くなど多彩な一面を持っています。1996年に女優の鈴木照江さんと結婚、2男1女を設けています。現在も俳優としてドラマや映画で活躍中です。第3位、水谷豊さん。
水谷豊さん演じる浅見光彦は1987年から1990年まで放送された日本テレビの火曜サスペンス劇場の8作品に出演。原作の光彦とは少しテイストが違いますが、水谷さん演じる姿は毎回ヒロインに恋してとてもチャーミングで魅力的です。そんな水谷さんは1952年7月生まれ、北海道出身。1965年に劇団ひまわりに入団し、1968年にドラマヴァンパイアでデビュー。1974年のドラマ傷だらけの天使で注目を集め、1976年の映画青春の殺人者でキネマ旬報主演男優賞を受賞。代表作には熱中時代や相棒シリーズがあり、特に相棒は2000年から主演を務め、現在に至るまで人気を博しています。また歌手としても活動し、カリフォルニアコネクションがヒットしました。1989年に歌手で女優の伊藤蘭さんと結婚し、娘の朱里さんも女優として NHK 朝ドラブギウギで活躍。現在も俳優として活躍中です。第2位、中村俊輔さん。中村俊輔さんが演じる浅見光彦は、榎木孝明さんの後を継ぎ、フジテレビ版の2代目を務めました。2003年から2018年まで、およそ15年間浅見光彦を演じており、その作品数は実に39作にも及び、最長最多出演を達成しました。爽やかな見た目が光彦のキャラにぴったりで、まさにハマり役でしたね。そんな中村さんは1975年2月生まれ、群馬県出身。1995年に雑誌メンズクラブの読者モデルオーディションでグランプリを受賞し、モデルとして芸能界デビュー。1997年には映画時をかける少女で俳優デビュー。代表作には浅見光彦シリーズや班長神南署安住班などがあり、その他数々のドラマや映画で活躍。中村さんは現在独身で俳優として活躍中です。第1位、沢村一樹さん。沢村一樹さんが演じる浅見光彦は、 TBS の浅見光彦シリーズで辰巳琢郎さんの後を受けて、2代目として2000年から2012年まで計18作品に出演。また連続ドラマとして第28作と29作の間に浅見光彦最終章として全9回で連ドラ放送。コミカルな役も含め、俳優として様々な役柄をこなす沢村さん。同シリーズでは12年間変わることなく爽やかな笑顔の光彦を演じています。そんな沢村さんは1967年7月生まれ、鹿児島県出身。1996年に日本テレビのドラマ松田のドラマで俳優デビュー。同年続星の金貨にも出演しました。代表作には浅見光彦シリーズやドクターズ最強の名医、接待レイド、未然犯罪潜入捜査などがあります。またバラエティ番組でのユーモアあふれるキャラクターも人気です。2000年元モデルの女性と結婚、3人の男児がいます。現在も俳優として第一線で活躍中です。最後までご覧いただきありがとうございました。